ラッパーのエースがこの前居酒屋で女の子と話してて、ダンジョン終わったのは勘じゃなくてコロナだから復活するって言ったんですけど、これってバラしていいんですか？バラしとるやないか、お前が。まあそうですよ。コロナだからですよ。だってカンさんがね、捕まった後もやってたでしょ、普通に番組。ただコロナが始まって、お客さん入れ、観客入れれなくなって、で、今やってるね、フリーサリティーチャーみたいなやつのプロトタイプ版をやったりとか、お客さん入れずに。あとなんか振り返りとかやってしのいでたんだけど、まあでも、ね、あとなんか、ズームサイファーみたいなのやったりとかしてさ、しのいでたんだけど、まあ、いつまでたっても終わんねえっていうことで、まあ終わったので、俺はだから、ほんと菅さんじゃなくてコロナだと思ってますけどね、普通にね。まあ、もちろん菅さんのもダメージあったと思うけど、でもそれが直接の原因ではないからね、そこで終わってないわけだから。なんでコロナが終わったりとか落ち着いたりすると、復活する可能性は全然あると思ってるけど、ただコロナがいつ終わんのって話ですもんね、結局ね。じゃあコロナが今ちょっと落ち着いたから復活に向けていろいろ考えてたら、新株が出てきたりするわけでしょ。でもいつ終わんだよってね、もう終わんないものとして考えなきゃダメなんかなって気もするんでね、もう、ねえ、わかんないですね。どういう感じになるのか。ワクチン接種の割合が増えたら OK になるのかとかね。まあ、まずはでもそういうスポーツ関係が、そういう観客入れてどうこうっていうのは先陣を切ると思うので、まあ、スポーツの動向を見てって感じだと思いますよ。メンヘラ